眠い。胸、ね、眠い眠いんだ。すごいすごいわ本当。いやーもうすごいもうすごい本当に役者さんってね。朝早かったのかな。全然早くないよ。朝なんか全然普通に早くないのにこんなに眠たいの私は。それがすごいよね。いつもの方が朝早いもん。今日なんか全然早くなかったのに眠たいの。もうすごいんです。もうすごいよ本当に。もう尊敬でしかない。もうやいやー本当ね。今あの新三国無双イフの稽古真っ最中なんですけど、まあと2週間したら本番っていうのがなんかすごい本当にっていう、あれあと2週間後本番かっていう、あれっていうねあれえ、でもさいつもさ別にそんなめちゃめちゃ期間があるわけではあんまりないやん。あんまりないやんっていうか、あんまそんなめちゃめちゃなんか稽古期間が長かったっていうのそんな今までなかったんけどさ、だから期間的にはあれ今までの舞台もこんぐらいあった気するけど、あれでもあと2週間かっていうあれなんかあれってな。本当かなってあと2週間って本当かなあと2週間ってなって週4日しかない。あれいやーでも本当にね、体力ですね。体力すごいのいやあのねすごいです。すごいんです。あママがいる。なんかこの舞台乗り越えたら大西今後縦でなんか数聞いてもあ少ない大丈夫って思いそうなんかさっき今日ね LINE ライブ新三国無双イフのなんか LINE ライブが今日さっき8時から30分間ぐらいやってて、
で大西もこそれ23日に LINE ライブ稽古場からすんねんけど、でさっきそれちょっと見てて、あのねその LINE ライブで話聞いてたら、去年のこれ大西が今レッスンお稽古してる舞台、去年もあったのね、三国志で赤壁の戦いっていうところと、それの続いてのバージョンが今回やねんけど、その前回の舞台で縦4線手あったらしくて、いや知らん、なんか4線手ってさっき LINE ライブで言ってて、多分せやんな、三国無双のあれが多分4線手あるって言ってたよね。そう、え、すごいんですえ、あのね、あのすごいんです、本当にすごいんですよ。今お稽古やってるんですけど、本当すごいんですで大西もゼーハーゼーハー言ってるんですけど、アンサンブルの方が本当にすごくて、なんかその去年見に行った時ね、大西そう去年太田奈央ちゃんが出てたから見に行っててんけど、去年見に行った時の感想が、その盾すごいなっていうのと、アンサンブルの方すごいなって思ってたのね、去年見に行った時に。で今回そう自分がこう混ざってみて、本当にすごすぎて、アンサンブルの方がもうずーっと戦ってるすごいんです。大西はちょっともう単純に縦今回しっかりするの初めてなのと、あとはそういうのなんていうの、手数っていうのかな、手数っていうのかな、もし分からへんねんけど、それが多いっていうのがあって、もう脳みそが今キュンってなんかちっちゃくなってんねんけどさ、吐きそう。そうね、体力が本当って感じなので、すごい盾ってね、奥が深いんですよ本当に。ただの振り付けとかさ、普段さ AKB やっててさ、ダンスとかのさ振り入れとかはあるやん、ああいうのはね、もう一応8年目だしねえ、わりかしこうすぐね入ってくるようになったけど、また盾って全然ね違うからね、もうすごいわ、集中力がすごいいる。だから多分大西は今こんなに眠いんだと思います。眠い、はあ、三国無双の盾はかっこいいんだろうなって、めちゃめちゃかっこいいよ、もうそれはね言える、ほんまに見に来てほしい、あのねかっこいいよ、うん、かっこよ
強すぎる、マジでほんまにかっこいい。いやほんとかっこいいです、全員。もうあの現場にいる人全員かっこいい。ほんまにちょっと頑張ってるので、ぜひぜひ見に来てください。ごめんね、眠たすぎてさ頭が働いてないのよ今。いやーすごいわ、ほんまにほんまにすごい。大西見たこと、これどっかメールで言ったやったっけ、見たことないところにねあざできてるんです。今膝もさできてるっちゃできてんねんけどさ、なんか今まで立てっていうのね、大西が今まで舞台でしてきた立てがなんか大西は戦わなかったんですよ今まで。そうあんまり戦わなかった盾なんですけど、避けたりとか側転とかうん基本避けてる感じだったんですけど、今回はほんと戦うって感じなので、なんか今までとこうちょっと違った感じのあれなんですけど、そう自分的にはなんでここにあざできてんのやろ、今腰にねなんか違う腰にね、まあ、痛くなること多くてこの人生。そうでその時の痛さはなんかもう奥の奥が痛いのよ、腰あ痛い痛い痛い腰痛い痛い痛いってなんねんけど、そうなんか奥の方だったり骨とかが痛いってなんねんけど、なんかね今回こう寝転がった時にあれ皮膚痛いと思ってそう寝転がってあれなんか皮膚痛い、あ何やろうと思って、でお風呂入ってる時に後ろ姿背中こう見たら腰にでっかいあざ1,2,3だなんでこんなとこにあざできてんのやろ、そんな腰にあざできるような盾してないねんけどさそういや覚えはあんねんけど、多分あれやろなとはわかんねんけど、でもそれであざできんのかなと思って、そうまあアクロバッいやでもねかっこいいよ、小京大西がやる役なんですけど、いやマジでかっこいいよ、もう全員かっこいいけど持ってる以上に激しいか、皆さんの想像がどれぐらいなのかわかんないけど本当にいやほんなどうやって言ったらいいんやろうね、なんかすごいんです、すごいよ、もうなんか激しいっていうか、いや激しいけど激しいのはめちゃめちゃ激しいねんけど、すごい、 いやめちゃめちゃハードル上げてんなって思われるかもしれんけどさ、でもそれ以外にこう言葉にしようがなくてうん
当。うん、なので楽しみにしててください。疲れ切ってる、何文字で疲れ切ってたらやだ、いいねんで、ほんまアンサンブルさんとか、いやでも使う。まあでもね、まあ、どんな話ができるかわからんけど、23日はね稽古場から配信できるからね、 LINE ライブで。舞台の稽古の時はマスクしてるんで、もちろんマスクしてない時ってなくない？もう最近ほんまにこうテレビとか、もしテレビとマスクしてるけどさそんぐらいじゃん。マスク外すことないもんね。うん。縦の練習、はい、一回終了ってなった時、もうゼーハーゼーハーすぎてマスク。なかなか。ご飯食べる時ぐらいな、ね、今は稽古場でもね、あんまそういうご飯とかはあんま良くないから、稽古場でご飯食べることないんですけど、お水とか飲む時もほんまに壁に向かってお水飲んだりとか、ですね。うん、徹底してるんだね。多分今どこでもそうだと思うけどね。そう、どこでもそうやと思うけどね。マイクとかもね、消毒してるんやで。うん、そうね、徹底はしてるんですけどね。うん、あのカラオケルームとか私よくあの配信してた、このやつとかあれ張り紙貼ってるんですよ。だからでもマイクに直接したら壊れちゃうから、いろいろ消毒はね再してるんですよ、実は。実はね、そんな感じでね。でもね、でね、しなきゃね。うん、そろそろ、あ、そろそろ20分、 OK、 ありがとう。ちょっともう今日はちょっとご飯食べて寝るわ。いやー、なんか頭が今、脳みそがねヒュッてなってるから頭が重たいんです。糖分だな、糖分取った方がいいのか。糖分取ってもらえて、ちょっとね明日もね稽古なので。でもね、違うの、大西走りたいの。そうね、めっちゃ今眠たいねんけどさ、走りたいんです。そう、なんかそれもうちょっと
走りたいから、そう走、そうそうなんです。そう今日稽古場から帰ってくるときに、今日は絶対走ろうって決めてる、決めてたけど、今なんかすごい揺らいじゃってる自分がいるかなあ。夏のキスがずっと残る。今も胸がキュンとするよ、心のこの足跡を後悔していない。乾杯。思った以上にメロンでびっくりした。これうわメロンじゃん。思った以上にメロンやった。あメロン苦手じゃなかったっけ。うんメロン苦手メロン苦手。おにし、メロン好きな人はこれめっちゃいいね。めっちゃメロンだわ。あらなんで、なんかあれを想像してた、メロンソーダみたいな。なんかなんかメロンソーダってさ、メロンの味全然せえへんやん。なんかあんな感じかなと思って買った。うん、これメロン好きな人いいね。味 100% じゃないの。え、でもさ、メロンの他にね、ほらマスカットとバナナとリンゴが、なんかフルーツジュースみたいなさ、フルーツジュースってなんかいろんな味がさ混ざり合ってさ、結局は何味か分からへんけど、それがフルーツミックスみたいなところあるじゃん。これはメロンですね。点満点中何点？え、100点じゃない？だってメロンミックスめっちゃメロンの味するもん。モニシはただメロンが苦手なだけやからあれやけど。
ちそうさまでした。いや、メロン好きな人はね、メロン好きな方はこれ買った方がいいよ。めちゃめちゃメロンだ。すごい、メロン好きな方は買ってみて。セブンイレブン、もう今日は覚えてるの、セブンイレブン。今日思った、セブンイレブンってちょっと珍しいものばっか置いてない？大西だけそう思う。今日初めてなんか思った。なんかちょっと珍しいもの売ってない？もしがセブンイレブン普段行かへんからかな。なんか面白くてちょっと長々行っちゃった。セブンイレブン、なんかうん、なんか珍しい。いや、おんちが普段行かへんからそう思ってるだけかな。あ、でも飲めた。あ、でもなんか糖分入れたらなんか目がパッて開いた気がする。いける、おにし、これしれるぞ。よし、これ走れる。何分走ったらさ、いい方なんやろ。距離分からへんからさ、何分走り続けたらいい方なんやろね。20分、30分。よし、じゃあランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、笹地アットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が萩谷さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KIGT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がリエボアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が、ミータアットマークももちゃんしか勝たん、イエイ。そして9位がイチオシ ABS さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト、嘘、全然ラストじゃない、12位がコンヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がボスブラックアットマーク餃子を歌え麺類に栄光あれさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。すごい、なんか糖分ってすごいね。あ、なんか大西糖分の凄さを言いました。こんなパッとちょっと目覚めるもんなんやな。なんかありがとう、メロンジュース、嘘、メロンミックス、君のおかげだ。いい、目が冴えた。メロンがメロンすぎたからじゃん。それかもしれん。糖分じゃないかも。そっちかもね。メロンがちょっとメロンメロンしすぎて、そっちで目覚めたかもしれん。ということで、じゃあちょっとね、引き続き頑張りまーす。では、あ、あと何っけ、
とね、あとネモハモルーマのお話し会の日程が発表されました。大西出る日数ね、多分他のメンバーよりちょっと少ないのかな。そうなんですけど、1日6部あるので、よかったらぜひぜひぜひ、そうぜひ、こんなみんなもさ先の予定分からへんよっていうのは分かってんねんけどさ、10月11月は私出れなくて、もし12月からになるんですけど、12月は全部出れる、1月も全部出れる、2月が出れないので、12月と1月です。年末年始の6回ぐらい出れるので、66だ、6回6部ずつやりますので、ぜひぜひよかったら検索チェックしていただけて、大西とお話ししていただけたらとてもとてもありがたいです。よろしくお願いしますお願いしますはい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。ございます。奈良県代表の大西桃香でした、今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきます。バイバーイ、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。